敵。理想のお部屋に今日も頑張る。日々住まいのお手入れをしています。お部屋を借りるならのオンテックで決めた。春のエモ話を判定しちゃおう。よいしょ。あーいいっすね。おー、はい、いいね。僕カバー歌いましたからね、こちゃんでね。いつもこんな盛り上げてくんないよ ね、 ね、うん、春は出会いと別れの季節なんて言いますけれども、このコーナーではそんな春の季節のエロい話、あ間違えた、エモい話、エモバナメッセージを紹介して、あエモいな、エモくねえな、別にとメンバーであだこだ言っていくコーナーです、はい、ということで、はい、まあ普通に、はい、まあ、お便り読んであだこだ言いましょうというコーナーです ね、 そうですね。で、リスナーさんにもね、事前に募集っていうか応募をかけてたんですけれども、今日会場にお越しいただいた皆さんにもメッセージを募集していたということで、はい、と実際にね、あなたのお便りが読まれるかもしれませんよということで、早速紹介していきましょう。はい、まず5つ目、腰が痛いって大丈夫ですか？エモくないですよ、その痛み気になっちゃう。マイクに入らないように言ってるからガチだよ。北名古屋市、ラジオネーム、かこさん。かこさん、かこさん、ありがとうございます。東海オンエアが大好きなおばあちゃんです。おばちゃんね。おばちゃんです。ごめんなさいね。おばあちゃんだいぶでかいです。二重引けさせんない。ごめんなさい。結構な差あるからね。その一文字でやっぱ変わるね、言葉がね。ごめんなさい。じーっと見てたらあんな女やったもん。おばちゃんです。中学生の頃大好きだったサッカー部の先輩がいました、はい、ずっと眺めてるだけの日々でしたが、卒業式後に勇気を振り絞って第二ボタンをもらいに行きました。先輩、第二ボタンをください。いいよ、待ってて。はい、そっけなかったけど、もらえた。本当に嬉しくて大号泣でした。告白はできなかったけど、とにかく幸せを感じていました。次の日、学校で卒業したはずの先輩に偶然会いました。ボタンをきれいに全部つけて、あ、ボタンって復活するんだ。なんだか複雑な気持ちになった青春の思い出です、というね。ものが来ておりますけど、最初のおばあちゃんのせいでずっとモノクロだったけど、なんか全然なんかこれね、女子高生だったらさ、ああそうねって言えたかもしれないけど、おばあちゃんかーって。おばあちゃんね、おばあちゃんならいいかなと思って。復活って何だから、卒業したんだよね、その先輩は。卒業したはずの先輩に偶然会って、その制服が着ないのに復活したんだよね、うん、不思議じゃない。なんかこれ制服着てたのこれ、ね、それが気になるよね。なんでまた制服着てんの。なんかリスポーンしたって、ね、リスポーンするのおかしくない。なんか敵みたいに、ゲームのクールタイム5分みたいな、そういうのあんのかな。少年漫画みたいに次のコマで元戻ってるからね。さっきのお前怪我どうしたんだよってね。怖い話じゃん。じゃあリスポーンしたってことだね。ねえ、本当に復活してたって。気になることが多いな。これ多いね。これだから何なんだっけ。だから何なんだっけ、この話って。これは、これがエモいか、エモい話はエモくないですよ。エモいか、エモくないかどうですか。エモくはないかな。エモくはない、うん、今こういうエピソードないでしょ。あるの今 SNS の時代にさ、サッカー、第2ボタンくださいって言ったことあるし、第2ボタンもあるでしょ。今はもう第2ボタンもデジタルの時代ですからね。そう。NFT になってるの。NFT になってるの。1個だけのね。エモくねー、それ。第2ボタンくださいって言ったことある人います。あと、あげたりとかね。あげたり。あ、結構いるじゃん。いいじゃん。それ、もう Z 世代に、これ。いや、でも、Z いる？あ、いるじゃん。結構若いよね。若い子も。Z 若い子も。Z なんかロボットみたいになっちゃった。あ、そこにいました。マジンガン。あ、でもあるんですよ、まだ残ってるんですよ。残ってるよ、そりゃ。やりたかったな、それ。やりたかったね。わかる。あれってさ、後輩の女の子とか、同級生の女の子とかになんかこう、言われて、かっこよくあげるものじゃん。うん、モテてねえとできないって嫌だよね。そうだね。なんか、勝手にやりたいんだ。勝手にっていうか、まあそういう文化だったらいいじゃん。その好きな子にあげるものみたいな。はいはい、じゃなくて、うんうん、モテてる先輩しかできないものだからさ。ブチってね。やりたかったな。哲也無理だった、さすがに。なんてできない。はい。モテなかった。ごめん、めっちゃあの普段ぐらいのトーンすぎて聞き取れなかった。マイクの反響とかでね。そうそう、スタジオのテーブルよりちょっと 1.5 倍ぐらい遠いしね。スタジオのテンションで喋ると聞こえないからね、これ。こんぐらいだからね、哲也無理だったみたいな、うんうん、ちょうどね、ぼやってやっちゃった。哲也ボタンなかった。マイク外した。それが一番意味ない。マイク、うん、なかったか。そういう文化ね。ボタンなかったな、できなかったな。俺らの時も、うん、見たかって言われたら、まあ、見なかった気もするけど。あと、うん、お前ら高校ブレザーだしな。そう、確かに、大学がどうとかないよね。確かに3つしかついてなかったよね。うん、3つボタンね、うん、だ腕のポケット、ここポケットじゃねえよ、腕の腕のポケット、腕のボタンをさ、腕のポケット、マジシャン、マジシャン先輩チャララララララ、すごい腕のポケットボタンがいっぱい、腕のポケット、上げたけど戻ってまーす。先輩がリポップしてる。上げてね、握って離してみて、ない、
ここにやるよ。そんな先輩がスキーじゃないんだよ。めっちゃやだね。こう第2ボタンくださいって5分ぐらい食うんでしょ、その上げるまでに。まず見なきゃいけない。じゃあ続いてのお便りいきましょうかね。また北名古屋市の方ですね。すごい、暑いな北名古屋市。北名古屋、暑いね。北名古屋が暑い。紅茶さん。紅茶、はい、紅茶さん、2014年の春に専門学生の僕は就活で高山市に来ていました。岐阜のね、はい、就活が終わり乗車する予定だった電車が目の前で出発してしまいました。次の電車が1時間半後でマジカーと肩を落としてホームで待つことにした僕はその内容をツイッターに投稿するとそれまで連絡をしたことなかったクラスメートの女の子から LINE が来てやり取りをするようになりました。その後何回か遊びでお付き合いすることになりました。それが今の奥さんです。あの時連絡をくれてありがとうということでこの、ね、メッセージをいただいておりますけども、この方なんかでもさっきの人のイメージが引きずられててじゃあもうおばあちゃんずっと残ってた全部ダメじゃん。記者もポッポーンポッポやね、ポッポやね、そっちの電車になっちゃったんだ。どうしても電車がだった今もう彼完全にしても電車がそっちになっちゃうね。まあエモさは増すけどねそれ。確かに逆にね高いですね。でも結構この子2014年春だからもう今同い年ぐらい、うん、そうね。ちょっといやそれがね、うん、今の奥さんですっていうオチはちょっともうね手垢ついてますね。いや厳しいな。厳しい。王道のエモだけど今日ねこの方来てるんだからね。当選してる方だから。当選してる方ですよ。当選者って書いてある。当選者で紅茶さん。紅茶さんいますか？いないじゃないかよ。いない来てない今日そうよ。当選ポッポーって今来てる。だ1時間半お前あれで乗り遅れたんだ。石炭車で電車の遅れこのイベントまた乗り遅れたんか。ツイッター調べたらいるぞ。それかもう上げれないんじゃない。手を晒し上げられる、まあ、恥ずかしいもんね。そ東海岸で名指しちゃったらみんながブワーってこっち向いてる。手垢ついてるぞって言われてた。上げれない。上げれるわけない。手垢ついてるけどいいですよねっていうね。王道って意味のね。そうだね。綺麗なエモ話ツイッターとかでもあるじゃない。なんか今でも晩御飯の時にバカにされますみたいな ねそういうお近いっていうね あるじゃないですか。あれなんか見るとうーってなんない。いやこれもそうだよ。うちのラジオパーソナリティ性格悪くない。メイン大丈夫。まともなエピソードちゃんとやってこのフィルター通すとね何もエモくなくなっちゃうかもしれない。じゃあ続いて名古屋市。てか判定っていうのは何なんですか。判定しちゃおうっていう。あ本当だ。判定しちゃおう。判定しちゃおう。判定の音とか用意してんじゃないのこれって。あエモいエモい。おい雑2回言うな。2回言ったらエモくないんだよ。エモい出るな。あるジングルあるじゃん。ない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 。音ないないんか。俺らが言うだけだもん。ほんと気持ちだけね。はい、ラジオネームパンケーキなでたいさん。あんまいないね。なでたい、ね、食べたい人多いけどね。春が近づくと高校卒業と同時に遠距離恋愛が始まった時のことを思い出します。彼が初めて一人暮らしを始めるということでアナログタイプの目覚まし時計を引っ越し当日にプレゼントしました。渡した瞬間を喜んでくれて嬉しかったのですが彼が向こうに到着してすぐに LINE のプロフィールの一言を毎日の目覚めが最高に変えていてなぜかそれが一番嬉しかったのです。会って言葉を交わし思いふう途中いらないです。冷やかしいらないです。マイク回でね。会って言葉を交わし思いを伝えることも大切ですが会わない間にどれだけお互いのことを考え行動しているかもとても大切なことだと今でも思います。あれから7年近く経ちアナログ時計は壊れて使えなくなってしまいましたが まだ大切に持ってくれているそうですっていうねメッセージですね、はい。いやでもやっぱりね、ねなんか目覚まし時計がさもうなんかアーニャのさ髪型みたいなこういうなんかベルが2本ついてる。これねあのなんでそんなコミカル寄りにしたのさっきから。電車とかも普通のやつだから。でもそれはそうかもしれないよね。確かにアナログだからカーッて。まあそうよね。真ん中にちっちゃいハンマーみたいなのついてる。あのジリーのやつね。いや7年近く経ってるけど持ってる。だからこの人がまだその人と付き合ってるってことなのかな。まあじゃない持ってくれてるってさすがにそうだよね。いやそれで最高の目覚めできるの羨ましいな。最高の目覚め。いや多分そういうさなんていうのリアルな質じゃないと思うのよ。嬉しいなっていう気持ちのこと言ってるわけで めっちゃいい目覚まし時計。いや違う質のいいなんか枕とかさそういうことじゃない、ね、睡眠の質を上げたっていう話じゃないではな ではないどこで売ってるんかなじゃないよね。同じの買ったら同じことになるわけじゃないよ。売ってるとこが気になっちゃったよね。思いが入ってるよっていうことですよこれは、うん。エモいっていう言葉もね難しくなってきたからね。あまり言いすぎるとね。そうエモいのねエモの消費みたいな。そういろいろ言うじゃん。絶対嫌いじゃん今までエモの消費について。
確かに、ね、その話広げようよ。じゃあ俺いまいち分かってないんだけど、エモの消費でエモーショナルのエモでしょ。簡単にそういうことをなんかこうエモーイとか言っちゃうってことだよね。うん、嫌いでしょ。嫌いだいやまあまあむずいよね。俺も嫌いだよ。あれって本当にいい時だから思うやん。そうだな、まあね、なの何でもかんでもさ、エモエモエモって分からない。すいません、生一つください。居酒屋じゃないよ。いや出てきてほしいな、公開録音だからね、こうビールがこうで、ジョッキで。失礼しました、はい、居酒屋出るよ今度。居酒屋で今度やんの。居酒屋でやろ。ガヤガヤ居酒屋でやってみたらすごいかもね。その後のカラオケ気をつけてよ、マジで。落ちるからね。いや落ちねえよ、いけなくなっちゃうから。6人6段降りてね、こうこけてね、滑って全員で36段こう落ちてね。36段みんな同じ数。もういいエモ。でもこれさ、エモくないよってどういう、どう誰なんだ君やってなら、僕がいやこれはエモくないですねって言ったら、誰なんですか君やってなら、人の思い出だから、さすがにこれはね、エモいと言っていいんじゃないですか。そう、7年もね、持ってくれてるわけですから、壊れてる。いやだからその他人のエモってやっぱ難しいよね、他人が評価するのは。まあそうだよ。だからいい話だとは思います。いい話ですよ、うん、じゃあラストですかね。ラストいきますか、はいはい。ラジオネームミオさん。ミオさん、中学校で3年間片思いした人が別の高校へ進学してしまうため、卒業式の日に告白しようと思ったところ、卒業式の看板の前で彼女と2人で写真撮っているのを見てしまい失恋しました。実は周りの友達は好きな人に彼女がいたことを知っていましたが、私が傷つかないよう一生懸命隠してくれていたと後から知り、その優しさがありがたくも辛く、中学生ながらとても考えさせられたのを今でも覚えています。あれから好きならすぐに行動しないと後悔すると肝に銘じて、受け身の姿勢でいるのではなく女からも行動するべきと思い、積極性を身につけられたのである意味感謝していますというメッセージですね。なるほどね。いやこれは優しいのかどうかわからんけどもな。いやでもこういうね、切ないね。いやもう遅いよ。散々ポッあの鉄のポッポーとか言ってた人が。あー切ないね。ちょっと今入ってくる要素なかったね。切ないもんね。いやでも学帽かぶってたけどね、これ。ほらやっぱなんか40年ぐらい前の学帽、あのペラペラの硬いカバンみたいな、ジョータローみたいな、あれはかぶってるね。ジョータローみたいなやつかぶってるからね。ジョータローだったら髪の毛と同化しちゃってるからね。全部タイムスリップしてたね、過去に。でもね、古ければ古いほどエモいんよ。いやそうなんだよね。もう全部劇画で再生されるようになっちゃった、もうこのお便りが。にしても古すぎるだろ。ガラケーぐらいにしとけ。本当だよ。ガラケーはエモいね。ガラケーはエモいな。ガラケーはエモいですよ。高校時代はギリガラケー？いやもうスマホだった。いた結構移動してた。スマホだった。いやまあ年光以外はみんなスマホだった。じゃ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 。年光だけピンクのね。年光だピンクのガラケー。ピンクの英雄ね。俺それでマジスマホみたいにあのバレないように俺 LINE 参加したから。クラスで LINE っていうものがさ、なんだ LINE ってすごいめっちゃ便利じゃんってなってる時にさ、ガラケーでいちいち更新ボタン押してんだよね。知らないでしょ。みんな分かってないでしょ。その分からんだろうな。スマホでさ今当たり前のようにスポッって出てくんじゃん。あれガラケーだと更新ボタンを押さないと次のトークが出てこない。だから下から出てくるとかないんだよね。そう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 。あまりに盛り上がりすぎてると更新ボタンを押したら次のページとかに行っちゃって会話がねついていけないですよ。しかもかけ放題入っとかないとね料金通信費もやばい。難しいプランなんだ。それはね会話ついていったっていう伝説がありますから。いや僕はその当時ウィルコム使ってたけどね。あてな。あんなに取れないよ。コム持ちだったの。あコム持ってなかったな俺。ウィルコム電話が無料だった。電話代が安いんだよね。だカップルとかが2人でシェアするみたいなやつ、ね、2台持ちでね、うん、あのドコモ持ってウィルコム持つみたいな。そう2台持ちならいいんだよ。虫さんなんと一時期1台持ちだった。マジただの携帯として使ってるってことでしょ。そうオンリー。そうそうそう。だから僕さ電話番号が070スタートだったんよ。あそうね、うん、だからめっちゃそれさやったと思ってたんよ。かっこよくね070スタートって。あんまいないからだろ。そうそしたらさ柴優がさ僕の電話番号流出させやがってさ。それでも返さるをえんくなって08になっちゃった。宮崎のやつだよね。そうそうそう8本のやつか。復讐されたわあれ。いやこのお話がだいぶずれちゃいましたけどね。何の話だっけ、好きな人に彼女がいてまあ後悔したよっていう、うん、好きなら行動した方がいいよっていう話です、ね、こういう話はすごい思い出に残るな、うん、だってね、もう我々そんな体験絶対しないと思うから、ね、この感情になれないよ。宝だよ宝。だからよく言うのがさ学校ってめちゃくちゃエロいなっていうのがさ思わん。今同じ話でしたこれ。エロい学校ってめっちゃエロいなって。そのさもじゃなくてんあ、えろろろだってさ
同い年のさ男の子と女の子をさ、うん、一箇所に集めてさ隣同士に座らせてるなんてさ終了出た夢丸の終了これ終わっちゃうんでこれ終わっちゃうんでね本当にいやもうここでこのコーナーね締めましょうか、ね皆さんエモい話をありがとうございましたありがとうございます以上春のエモ話を判定しちゃおうでしたはい、続いてはふつおたですふつおた来ました皆さん楽しいですか大丈夫ですかあ、イエーイって言っていいですよ、ね、イエーイとか言っていいですからね、うん、はい、うん、ありがとうございますはい、じゃあラジオネームうなねこさんうなねこさん、うちの娘はアイドルをしています、アイドル好きな虫眼鏡さんと哲也さんはどんな女の子だと推したいと思いますかあーなるほど、うん、僕はあの最前線というかもうドセンターみたいな人は一回こう、はいはい、まあ可愛いけどちょっと外しちゃうみたいな癖があるあ3列目 PV の3列目の真ん中ぐらいにいる人がやっぱり好きです、ね、順位でいったら何位くらいなのまあなんか16とかそのぐらいとかその辺にいらっしゃる具体的だな随分を狙ってほしいら辺が好きですかねだから16、まあ、何人か知らないけどねまあね、うん、だからそのリーダーとかではないわけ応援したくなるタイプというかね、はいはい、こっから俺がとか思えるんだねそう支えたいタイプみたいなところがありますねなるほど、まあ、それでね僕はもうとにかくなんていうのかなその発信が多いことというか、うん、私は今こういうことをやってますっていうなんていうのそれはもちろんさライブがあったらライブ来てくださいっていうことはツイートするだろうけど、はいはいはい、そうじゃなくていろいろ教えてくれる子はなんかすごい親近感が湧くからマメな子だ僕もちょっとなんか見習わなきゃなと思うその動画アップしましたサブちゃんです、ね、しかツイートしんけどさいやもうこんなじゃ本当はいけないんだよなとかは思う確かにな、ねまあね、露出とかも大事だしね、うん、ネット上の、ね、どこどこ行きましたとかのねプライベートの写真見えるとやっぱ嬉しいって言うもんねファンとかの方はだからもう SNS とかとにかく発信たくさんして3列目にいることが大事ってことですねいや、列があるか分かんないよ大体5人とかでお前今のね、まとめたなアイドルっていうのは列がある方が珍しいんじゃないの続いて、ゆうえもんゆうえもんさん11歳の方から誰がやるか勝負だった11歳11歳かわいいですゆうえもんの声で呼んだよ算数が全く分かりませんめっちゃ苦手じゃなくなりますかめっちゃいいやかわいいでしょこれもうベストオフッツオタでしょ今日算数が全く分かりませんみんなこの余白感この余白やばいねこの余白感潔いよこれ算数が全くわからない人に対してこう説教する側の声なんだけどねそれはそうなんでわからないのっていう側なんだけど美しいなこれこれすごいお便りだと思うこんな美しいお便りあるんだね可愛いさん苦手じゃなくなりますかっていうのいいよねそうだね今日もう当選者ですから生で聞けることでゆえもいやどうしたらいいどうこれはね理系か文系どっちに聞くべきなんでしょうねまあちょっとそもそも得意な人が答えないとさ答えれるわけなくないまあ苦手じゃなくて算数だからね算数って言われるとか難しいそうか算数か分かるよなあれは芝居とか得意芝居算数得意でしょ算数は得意だと思うどういう心構えであ、そう、あったの意図じゃ苦手がなくなるかとかねやっぱ想像するんじゃないその 2×3 だったらリンゴが2体いて3体の人間が2体を買っていくみたいなおかしいな算数できないなんだなんか置き換えるってことでしょ置き換えるのは結構上等手段なんじゃない教師としてはだからちょっと妄想しながらやると楽しくなるっていう小一とかね、図で書いてあるもんねああ確かにね、うん、いろいろこう丸書いてみたいな、うん、楽しいことに置き換えてってことかああそういうでも小5とかでしょ結構難しいことやってるでしょ割合とか出てくるんじゃないやだよねうわーパーセントとかそういうの無理だああ無理だもう分かんなくてもいいって大丈夫こうなれるから割合無理だ割合分かんなくても革ジャンは切れますって分かんなくても大人になれるし、ね、大丈夫大丈夫、ねうん、それも全てじゃないからはい、はいじゃあまあ算数苦手でもいいんですかなんとかなるやばいね全然手本じゃないね悪い大人よ続いてあラジオネーム高太郎高太郎、うん高太郎東海の皆さんこんにちはこんにちはこんにちは、高太郎ですこの公開録音は4月1日ということは新生活の時期です、自分は今年から大学生で東京で一人暮らしを始めますそこで皆さんに経験した方がいいバイトや大学時代にやっておいた方がいいことまた皆さんの一人暮らしを始めた時のエピソードなどあれば聞きたいです
初めて東海の皆さんに会うのが楽しみです。よろしくお願いしますというメッセージを、はい、ちなみに皆さんは孝太郎知ってます？孝太郎分かってますかね、うん、ラジオ聞いてた人とか、ね、ラジオねちゃんと聞いてるんでしょうね皆さんね普段チェック入りますよこれ、うん、普段聞いてますよね。普段聞いてるから孝太郎のことはね皆さんご存知だと思いますけど、孝太郎知らないよっていう人ちょっと正直にねあの拍手してみて、あ拍手って言うとみんな緊張してやんないんだよな。知ってるよの人、え、あーパチパチパチ数人東海オンエアラジオ聞いてないねみんな聞いてない。あ孝太郎な何の人でしたっけ。孝太郎は孝太郎は全てのものがあれ陰、うん、陰を踏んでるように聞こえちゃう子。会話だから俺電話したことあるもしかして。ありますある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 聞いたことあるよ。いやなんか僕は全てのものがね全ての音声が陰になってしまいますって言ってね。そう天才ラッパー天才ラッパー天才ラッパー風のこと書いてあって電話してみてやってみてよって言ったらなんかあのどうしよう孝太郎みたいなそんな感じの何したの俺めちゃくちゃおもろいやん面白でも孝太郎もね実は来てるということで、うん、来てるの。いやそれ結構ね上がっちゃうかもしれないわ。あこれ孝太郎ねこの人数の前でねちょっとね将来芸人になりたいからね。そう将来芸人になりたいって言ってたよ言ってた。このぐらいの人数の前ではね平気でやってもらわない全然やってもらう。いつも電話の先でさその、まあ、家とかだからさ、まあ、親もいるしな、ね、実際なんていうのそのそうか安全圏でやってるわけじゃん、うんうん、孝太郎今ここにいるってちょっと大丈夫か孝太郎大丈夫か。いや恐ろしいなこのグループ。孝太郎来るか。孝太郎孝太郎いるぞ。あの孝太郎あ、いるじゃんめっちゃ近くにいるやん。いるやん孝太郎の今手の開け方がここにいるよ。俺いけるよベビーボーイ行けますよの顔してたね今ね。孝太郎来ちゃおう。孝太郎おいでおいで来ちゃった孝太郎来ちゃったよ。あちゃんとこのラッパーみたいなあれ孝太郎首にすごい愛しいな首がいいねなんだこいつそこなんだそこなんだねそういう感じなんだ。椅子なかったから座らせてあげた方が落ち着くかなと思って、ね、なってるよりかは。孝太郎なんか台本に恐ろしいこと書いてあってね、孝太郎出てきた場合はビート音出しあり。孝太郎孝太郎こういうのを乗り越えなきゃいけないと思ってた。行こう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 行って孝太郎東海オンエア孝太郎どうだろう俺は孝太郎お前らどうだろう絶対一緒だよ孝太郎そして俺がどうだろう東海オンエア東大どんでな東海オンエアオーライ飲んでなラオカイラジオインゴ踏んで大体サビの俺一回笑いけて歌うなメロメロ欲しいメロメロ終了いや孝太郎に大きな拍手。孝太郎お前は最高だよ。いやナイスガッツ素晴らしいナイストライ。いや、孝太郎でもね、正解すごいやつ。いや、よかった、それ今、普通にうまいラップやられたら。違う違う、いやいや、じゃあ、あんまね、あんま背向けないの。あごめんなさい。いやいや、無理だろ、まだ無理だろ。いや、上がったな。いや、でもすごいよね、出ていきなり上げられてラップしろって言われてその後にやりきった感じで座ったの、俺見に忘れない。もう一回座ったのすごいね。やりきったって顔ね。孝太郎、どうだろう、東海オンエアの3つだったよね。どうだろう、孝太郎と東海オンエアの3つ。東海オンエアの3つね。僕3つの3つを引き出したらこうやってこれなんか開ける順番だけだよ。こうやって開ける順番だけだよ。俺やってるだけ。いやすごい孝太郎が出てきた場合ってすごいっすねこれ。すごいね計算。写真撮りたいっす。これあとでツイッター撮っといてあげるじゃん。ないか。じゃあとでちょっともらえな。もらいなって。いいよもう夢丸の台本あげるよ。俺の台本いいよ。いやダメだよこっから続きあるから。あ後であげるから。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう孝太郎。ありがとうね。ありがとう孝太郎。ありがとうありがとうありがとう。どうだろう。ありがとう孝太郎。そうだね。そういうことだね。最後言ってほしかったね。そんくらいの今ね。いやー本当孝太郎すごかったですね。いや最高だね。最高、ね、最高ですね。見てる分にはね笑えるけどくっそきちゃいもんねこれやられたらね。やられたらだってもう嫌いになる可能性あるぜ。でパフォーマンスがさ電話の時と全くその変わらないちゃんと 100% でこう持ってくるっていう
電話の時まんまあんな感じ、ね、あの感じ。いや電話の方がもっとあの、うん、どうしたらいいですかみたいな。確かに何なら今の方が出てるぐらいだもんね、うん、すげえな。やっぱ本番にちょいだね。本番にかけてたのかね。才能あるじゃん。やっぱ芸人座になりたいということですから。そういやなれますよ。じゃあラストのラストしましょうかね。はい、ね、しましょうかね。はい、孝太郎の回答はしないんだね。孝太郎なんだ。孝太郎そうだ。孝太郎あった。前だけ。ごめんごめん。危ない。よかった。よかった。あぶな。披露させられて終わったって。おかしい。孝太郎がいるらしいってだけだった今。まあでもこの答えで、まあ、サクッといっちゃいました、ね。経験した方がいいバイトや大学時代にやっておいた方がいいこと、うん、一人暮らしのエピソード。はい。はい、バイト。バイトか。僕ガストだけなんですけど、はい、めちゃくちゃ忙しいお店なんですよ、その全国の中でも。で、結構そのこれやっといてね早いじゃなくて、自分でそのバイト仲間と、もうそれこそ虫さんと2人の時とかでめっちゃ忙しくて、俺これやるわ、じゃあそれお前これやってみたいな、うん、一回ちょっともう鉄板は下げるのやめようって言って、そうね、うん、もうこれ鉄板はもう誰か一人がもう専門的にもう鉄板だけ片付ける、重なるからねガストの鉄板っていうのは、うんうん、もうめちゃくちゃ重ねて持ってこようぜって言って、てっちゃんにマジで20枚くらい重ねてたでもめっちゃ重いよね。めちゃくちゃ重いけど、その方が早い逆にって言って、そう、なんかみんなのファミレスのイメージだとさ、あ食べましたか、これお下げしますねみたいな、あ緩やかなイメージじゃん、じゃなくなっちゃった時がやっぱあるので、あ、まあ、崩壊しちゃう時ね、ちょ潰れたっていうんだよね、潰れたって、そう、もうあやばい潰れてる潰れてるってやばい、昨日潰れてたからあるの、おっしゃーが潰れてるとかね、言うからね、そうそう、だからそういうなんか頭でちゃんと自分で考えて乗り越えるっていう経験ができるのがやっぱいいなって、そう、ね、キャパオーバー系言っといた方がいいと思うね。キャパオーバーやってたんですね、まあ、そういうバイトねやっといた方がいいかもしれない、うん、僕もだってそのガストやって、でも引っ越し、あの僕大学の時に一回引っ越したから、もうガストやめたんよ一回、はいはいはい、であのコンビニのバイトやったけど暇でしょうがなくて、まあ、もう暇すぎて無理だってなってガスト戻ったもん、そんで、あなるほど、で、刈谷から通ってたの僕、遠いからな、刈谷から通ったの、原付でね、40分くらいかけてガストやってたの、いや近くのガストでええやん、その往復で時給稼げるやん、ね、近くでやったら原付で160キロ出してね、ここやってたのでねその頑張りがあってってお金があるわけだからね、まあね、そうだね、本当に、いやでもね、孝太郎はきつそうなバイトしとけばなんかエピソードトークにもなってね、将来生きる可能性あるから、そうね、新しいラップの引き出しも ねどうしようが出るかもしれない、ね、芸人としての引き出しでいいだろう。あ、あと塾の先生めちゃくちゃモテるよ、ね、あ、そうだね、塾の先生めちゃくちゃモテるけど絶対に未成年だから絶対に何もできないじゃん、あ、もうモテることしかできない、まあ、それモテることしかできないよ、あれモチベが上がってね、どんどん磨かれていくかもしれないから、ね、確かにね、我慢強さが磨かれるよそこでは。何をしようとしとったの。間違いないな。どうぞのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。どうしよう。お部屋のトラブルにすぐ駆けつけるよ。お部屋のトラブル時も安心です。お部屋を借りるならのオンテックで決まり。